ブラジルディフェンダーのマイコ、ドリブルで相手を次々にかわして攻め上がり、センタリング、それに合わせたロベルチがヘディング。レオが股抜きスルーパス、これをアドリアーノ豪快にゴール。テクニックとパワーの共演。縦パスに抜け出したアドリアーノが持ち込んで中央へ、これをロベルチ右足で軽く合わせてゴール。ロベルチがサビオラと並んでリーグ予選トップの5得点をマーク。